めっちゃ面白かった。うちらの知り合いが言ってるんですけど、太もものうじうじしてる毛。あ、でも、わかるっていうか、くちゃくちゃってこともかな。なんかさ、すっごいさ、あれだけどさ、太ももの毛とかも、下半身の毛、多分全部だと思うんだけど、せっけなのかな。くるんってなってる人多いじゃん、男の子と割と。うん、あとなんかこう、チリみたいな。なんかすね毛が直毛なわけない。いないじゃん、そう。いないじゃん、あんまり。なんかその馬さんみたいな人いないじゃん。で、なんかそれがさ、落ちてたりするとするじゃん。私それがやっぱ、なんか無理だ。これこそ本当に理不尽でごめん。私の髪の毛とか落ちてても別に何とも思わないんだけど、なんかチリチリだからね。そう、なんかね。こんなことある。真っ裸靴下のみ。真っ裸で靴下のみ。お風呂入る直前。それか末端冷え性。いやでも末端いろいろもっと隠すことあるね。渋滞でイライラしてるところ、気持ちはわかるけど一緒にいる人との雰囲気を悪くしないでほしい。これめっちゃわかる。あ、私それ見ると冷めちゃう。ちょっとないだろみたいな時にガッガチギリしてる。してくんなよみたいな、下手くそだなみたいな。あ、そう、なんかね、そこで悪口が入っちゃうといけないの。そう、運転のね、そう、あのディス平常心をどれぐらい保てるかですね。そう思います。試したいと思います。鼻毛カッターで鼻毛処理してるってことですか。なんかさ、彼氏ってなんであんなに鼻毛出てるんだろうねみたいな話したじゃん。それを男の子の友達に言ったら、え、見られてんのみたいな言ってて、でなんかその時にその子がなんかトイレ行ってくるとか言って、確かに鼻毛出てるかもしれないとか言って、本当にやめてると思って。でもマジで100発99ぐらいで出てる、本当に。私、グアム行った時にさ、はい、やめて、何やめて。その初対面で、わ、かっこいいなって思ったクリエイターの方がいて、うん、パッて見たら、もうそら、どのぐらいの距離で見たの。空港かなんかで、荷物を一つの場所に集めて、みたいなあったじゃん。はい、あったあった。で、それを取りに行って、またみんなで荷物をそれぞれ持ってきます、みたいな時に、私が荷物取ってる時に、こう、わ、みたいな感じで、こう、ここら辺にいたの。この辺の時に、かっこいいって言ってた？言ってない。カップルだったから。もういっぱいだから。もういっぱい。まさにカップルはいっぱいいるから。うんうん。でも私分かったわ、誰か。え、嘘。ちょっと。あー！生えてそう。豊か、やっぱホルモンなんじゃない？豊かそう。あ、でもなんか重要なところは出てても引かないです別に。なんかそれがオーソドックスになっていってるから、なんか別にそこで引いたりはしない。あ、そういうもんだな。そうだけど、ワオとはなる。うん、そう。なんか、あ、出ちゃってるよとはなるし、そう気をつけた方がいいよとも思うけど、嫌いにはならない。嫌いにはならない、それで。そう。でもそれを鼻毛カッターで処理してるところを見るとちょっと。あ、そうだね。やっぱこう伸ばすっていうかさ。これはもう違う人だよ。もうなんか。これやばくない？あー、いやだからね、鼻毛はね。いやだからあれだよね、結局これの解決方法としては、うちらが見てないところで切ってくださいってことでしょ。もうトイレで最悪切ってみましょう。洗面所だとやっぱさ、閉めるのもなんか不自然かなって思っちゃうじゃん。なんか、ちょっと鼻毛。ツルの恩返しみたいになっちゃうから。ということで、女子バージョンを見たいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは明日もかかしまい。じゃあねー。